はい、こんにちは。先ほどね、編集してて、あれって、ね、最初のね、冒頭のね、ところが、映ってなかったんです。驚いてね、今冒頭のところ、作んなくちゃ、みたいな、はーって、そんな感じですよ。今日はね、室内管理。室内管理ですよね。レモンもそうですし、他の、植物たちもそうなんですけども、室内に取り込んで、どういうふうにこう管理しているのかっていう部分、その辺をね、まあ、自分の、ね、自宅の中の、植物たち、ちょっとお見せしながらね、ご紹介していこうかなと。別に人ん家にあるもの見てもしょうがないんだけどって思わないでくださいよ。割とこう室内管理で、まあ室内管理何のためにやるのって、結局風、冬になるとね、風が当たったりとかね、気温が下がって、急激にこう地面が凍ったりとか、そういった部分も含まってなんですけれども、その辺を、室内で栽培することによって、ね、環境的に、まあ、そういう寒さを避けることができるってことでね、室内管理っていうふうにね、トータル的に言ってるんですけども、まあ実際レモンなんかをこう慣れてくれば、表に置いといてね、不織布なんかでね、こう巻いておいて、養生することも可能ですけども、さすがにね、熱帯植物は外に置いといて不織布巻けばいいのかと。いや、そういうレベルじゃないですからね。やはり熱帯亜熱帯の植物っていうのは、基本的に最低でも10度から15度は欲しいんですよ。ですから、まあ、自分の熱帯植物、亜熱帯植物の部屋、もしくはね、この部屋もそうなんですけれども、だいたい20度ぐらいに管理してるんですよ。常に20度。じゃあ、その常に20度はどうやって保ってるのってことなんですけども、常に20度はオイルヒーター使ってます。ね、ストーブですとね、灯油入れたりなんだりっていうのは危険も伴いますしね、その辺でずっと24時間温度管理できないですから、じゃあ24時間温度管理をするのはどうしたらいいのってね、この遠赤ヒーターみたいなのもダメですよね。そうすると24時間使えるって言ったら、やはりエアコンもしくはオイルヒーター系になっちゃうんですよ。だからエアコンの場合っていうのは、やはりこう室内を、風がね、どうしても滞留してしまいますのでね、強い滞留がね、直接木に当たってしまうとね、それは乾燥につながりますね。それでなくても冬場っていうのはね、乾燥しやすい時期なんで、乾燥につながっちゃうと、これも植物にはよろしくないということで、自分は、オイルヒーターを使って、そして、加湿器を、さらに使ってるようにしてますね。で、その他にですね、サーキュレーターも使って、室内の、循環させることを、するようにしてますね。で、サーキュレーターも風が出るじゃないってね、エアコンと変わらないんじゃないのっていう話なんですけれども、エアコンはどうしても吹き出し口が横に吹くじゃないですか。横に吹いて壁に当たったものが直接木に当たったり、ね、まあ、暖房の前にこう下に向かって吹き上がりますよね。吹いてくるのをこう植物に直接当たったりしちゃうんですね。サーキュレーターっていうのは、こう風を出す向きが全然変えられるので、極端なし、植物と反対方向を向けて室内の風をぐるっと回すとか、天井を向けることによって、まあ、天井の方に暖かい空気って溜まるじゃないですか。それをサーキュレーターで上に吹くことによって、上の暖かい空気をこう下に下ろす。そういったような使い方もできるんで、自分はまず、室内で使うものに関しては、オイルヒーターとサーキュレーター。その他に加湿器を使ってます。この3点。この3点使ってますね。で、その辺も、こう、結局、ずっとつけきりになるじゃないっていう話なんですよ。で、ずっとつけきりになると、結局、ね、光熱費の心配出てくるでしょうけども、割とオイルヒーター、電気食わないんですね。
一応600ワットってなってますけれども、自分のところですそんな驚くほどの金額ね、これを用意する前と用意した後で変わってるわけではないですし、その他サーキュレーターは、あまり大きなものではないので、そんなにね、これも消費電力ないです。それと、加湿器はね、ポワーッと出てるぐらいなので、まあ、あまり気にならない程度なんで、まあ、一番いいんじゃないのかなと。かえってね、ファンヒーターとかね、エアコンを使ってる方が、これ光熱費関係は跳ね上がるんじゃないのかな、そんな気がしますけれども、まあそんなのは余談ですけど、こんな形で、やってますよってことでね、まあ植物含まって皆さんにちょっとお見せしたいと思います。こちらの方はね、いつも撮影してる部屋の横のところに置いてあるんですけれども、これレモンとね、左側右側もねレモン、サイパンレモンですよね。でその左に見えるのが、先日お送りしたフィンガーライム、そしてレモンの後ろ側に見えるやつ、こちらですね。こちらが熱帯植物のヒカゲヘゴですね。ヒカゲヘゴ、このヒカゲヘゴはね、奄美大島の方から、来たものですね。そしてちょっと見づらいですね、奥になりますけれども、こちらのね大きな葉っぱ、これねチョコレートの木ですね。カカオ、結構ねカカオがぐいぐいと伸びてるんですよ。こんな感じでちょっとね逆光で見づらくて申し訳ないですけれども、じゃあ隣の部屋行ってみましょう。こちらの方がね、手前が大谷渡りで、奥にあるのが、レモンユーカリ、そのさらに奥にあるのがコーヒーの木、これがねちょっと見えないかな。こうやって今部屋の中にどんどん移動してきてるんですよ。おかげでねこちらの亜熱帯の方の部屋がいっぱいになってしまって大変な状態になってます。それと奥の方にこちらですね、巨峰のような実のなるね、ジャホチカバ、それとね、その隣がパパイヤで、パパイヤのね右の方にはねカカオとかパイナップルもあるんですよ。こんな感じで、これが先日ねお送りしていた、ピンクレモネードレモンとかねフィンガーライムとかもうこちらの方の部屋にねもう避難させました。こんな感じです。粉コーヒーとかね、これ小さいのもねカカオなんですけど、この一つちょっとあまり日当たり良くないのでね、成長がちょっと遅いですね。でこちらの方はパイナップルラミングがあります。で奥がカカオの木です。奥がカカオになります、ね、こちらもね、レモンの大木ですね。こちらがね、今レモンの
大疑問を加えます。こういった形でね、こちらの部屋はね、亜熱帯植物たちね、いっぱいですよね。亜熱帯植物ってね、レモンとか、ライム関係の植物がたくさん、ある程度ね、湿気、加湿器を使ってね、湿気を与える必要もあるので、ただこう暖房するわけじゃなくてね、加湿器である程度湿度を高めてあげる必要性もあるんですよ、こっちの部屋っていうのは。こちらの部屋はね、LED を使ったこう大きなね、スポットみたいなようなね、照明を4基つけてます。はい、こんな感じで、自分ではこう室内管理、仮にこう熱帯植物であっても、他レモンであってもね、室内で、上手に栽培をすれば、栽培すること可能ですよってことをね、ちょっと実践してやってるんですけれども、でこう熱帯植物は無理なんじゃないかとかね、思ったりしている人もいるかもしれませんけども、よかったらこんな形でやってみると思います。でね、オイルヒーターは割とこう6畳間ぐらいの部屋でしたらば、そんな大きな能力なくて600ワットぐらいのものでも、室温、ね、夜でも20度に平均保てることができますんで、ね、20度に保ってなおかつ加湿器を少し加えてあげることによって、十分熱帯植物栽培することができます。よろしかったらね、皆さんも、ぜひ試しにってわけには簡単にはいかないかもしれないですけどね、ちょっとやってみたいって人はね、そういった形でやるといいと思います。ね、これがね、皆さんの参考になればと思いますので、よろしかったらまたご覧になってみてください。他、レモンハイスクールもやってますんで、よろしかったら、ご覧になってまたグッドボタンお願いしますね。それではまたお会いしましょう。さよなら。